本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、長期シリーズをやりたいと思っております。名付けて1ヶ月の間毎日文字を書く練習をすれば字のうまさを手に入れることができるのか。日常のふとした瞬間、他の方の字を見る機会っていうものがありますよね。見てすごい上手いなこの字って思うと、なんかすごいしっかりしてるんだなとか、そう思いませんか。で、逆にすごい汚い字だとしたら、この人のもう生活習慣まで見えちゃうみたいな。字で全てがわかるとかはないんですけども、印象はすぐ感じ取りますよね。はい、というわけですね、どうせなら字が上手くなりたいということで、はい、これからですね、1ヶ月間、後ろにある本ですね、すべてですね、100均で買いました。まあ、とりあえずたくさん種類を買ってみました。1ヶ月後、果たして実際に字が上手くなるのか、それとも全く変わらないのか、こちらですね、これから1ヶ月間かけて実証していきたいと思います。はい。で、ルールとしてはですね、毎日、見開きで、1ページはですね、すべてやること、というわけでですね、やっていきたいと思います。1ヶ月間やると言ってもですね、正直、監督はサプライズやってるのかわからない。ということでですね、4月1日ですね、から、Twitter にて、毎日1枚ですね、これを書いてる証拠で出したいと思います。6冊の本を用意したんですが、ちょっと順番に見ていきます。まず1つ目ですね、子供のためのひらがな練習帳。もう完全ひらがなですね。まあ、これで基礎を固めていきたいと思います。続きまして、美文字が書けるペン字練習帳、基礎編。はい、ひらがな、カタカナ。はいはいはい。そして漢字。はい、こちらもやっていきたいと思います。続きまして、こちら、美文字練習帳。こちらも、ひらがなとかカタカナですね。ってこれ一緒？これ一緒じゃん。多分これ古いやつで、これ新しいやつです。これもじゃあ、2倍効果がある。続きまして、ペン字練習帳実用編ですね。手紙履歴書のし袋を美しく書く挨拶文とかですね、載っておりますね。こんなやつ書ければかっこいいですよね。続きまして、書いて覚える100人一首。恋の歌から季節の歌までということでですね、ちはやふるとかですかね。ちはやぶる、髪をも聞かず立つた顔。は、じゃあ日本みたいな感じのですね。はい、で最後ですね、心が安らぐ写経練習帳。初めての人でも楽しく写経ができる。こちらもペン字練習帳のシリーズですね。もう読めないですね。はい、というわけでどこまで埋まるかな。できれば1ヶ月で全部倒したいね。早速ですね、第1日目から今撮っていきたいと思います。 Let's play。 はい、では行きます。ではまず子供のためのひらがな練習帳。やばい、意外と難しい。やべ、全然下手。美文字し。の、ゆ、あ、ゆってこうやって書くんだ。こうか、あー、なるほど。ゆ、オッケー。結構これ量多い。結構うまくない？こう、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 こう。ペン字練習帳。ペン字だからペンだよね。で、100人一周。あ、でもなんかちょっとだけでも上手くなってる感じがしないでもないよ。で、ラスト懺悔文。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はははえ、でもこの年になって書き方の練習なんて久しくしてないから、もしかしたら間違ってる書き順で覚えてる字、例えばこの行に関しては絶対間違ってた。ラスト。本日4月1日より動画企画を実施いたします。詳細に関しては後日 Twitter にて解禁。ざっくり説明すると、1ヶ月で文字の上達ができるのかという企画であります。さてさて、美文字生活2日目、書き順を間違えていたりと、たくさんの発見に今さら気づきながらひたすら書いています。ちなみに次に出す動画はかなり時期を外していますが、足ポカクッションの予定となります。さてさて、美文字生活3日目、1週間が早すぎて驚いています。
最近の悲しい出来事は、年始に購入したコーヒーの袋の引き換えチケットが使い切れずに期限を迎えてしまったことです。美文字生活4日目です。文字を書くときに意識をしていることがあります。それは息を落ち着かせてゆっくり書くことです。添付写真は通常価格180円が今なら100円のファミチキです。久しぶりに食べました。うまい。美文字生活5日目です。本日より一筆箋を使用します。仕事ですが、昨日深夜ゲームライフイズストレンジをクリアしました。タイムリープができれば何でもなかったことにできる。しかし適切な道筋をいわばズルをして築き上げた人間関係は果たして自分の人生を歩んでいると言えるのだろうか。とても深く考えさせられました。実際のところ毎日裏で何をやってるのかというと、100均で手当たり次第に購入した美文字練習帳計6冊を1日1冊ごとに最低両開きで1ページ書き進めるというとても地味でシンプルなトレーニング内容なのです。普段動画作りに集中するためにニュースや SNS をあえて見ない生活をしているのですが、安倍首相7都府県に緊急事態を宣言に目を引かれてみましたところ、とてもカルチャーショックを受けました。最近寝不足です。理由は分かっています。マイクラです。動画用にテストプレイをしましたらガチハマりをしまして、寝る前に30分だけと始めたら気づいた時には深夜3時。ルーティン化してます。とほほ。美文字生活も3分の1突破。文字を書くには結構力が必要なことが分かりました。毎日6冊両開き1ページ以上連続して書くと、後半になりにつれてへにゃへにゃ文字になってきます。銀行の通帳カードが磁気障害の関係なのか引き落としができず焦る。実は数日前にも同現象が発生。翌日何事もなく復帰したため気のせいかと気にせず使っていたのですが、やはり気のせいではなかった模様。翌日に続く。うすうす気づいていたよ。うん、休日は銀行お休みだってこと。でもさすがに本店は門満帯で平常営業してたろ的な決めつけで到着したらシャッター。諦めモードで ATM 使ったら普通に引き出したし、うちのカードは気分屋なのかい。続く。休日に久しぶりに買い物をしに市街地に出向いたら、マスク着用率 80% の世界になっていて驚いた。そういえば最近地下鉄で椅子に座っていても、自分の隣空いているのにわざわざ反対側の席でギチギチに詰めるおかしな光景に、わーいと思っていた。未解決現象が解決。時期不良のカード、本日やっと営業している銀行に行き再発行の手続きをしてきました。新しいカードが到着するまで約 2,3 週間かかるそうです。サブカードだったので、ほっ。 YouTuber にならなかったら自ら率先して買うことがなかったであろうビール6缶パック、今週17日、ビール好きにぜひ見てほしい動画を予定しておりますので、お楽しみに。お酒は20歳から。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。本日なんですが15日でございます。本日からですね、折り返し地点となりました。で、改めてですね、今の現状をご報告させていただきたいと思います。1日目の時に紹介した通りですね、こちらのですね6冊をですね、毎日両ページ1ページずつですね必ずやっております。だいたいですね、これ全部1ページずつやるには約30分くらいかかります。ずっと30分書いてたらもう手が死んじゃうので、まあそれぞれですね、朝起きたら2冊、お昼休憩に2冊、そして夜に2冊というですね、小分けにすることによって各10分単位でやっております。15日ですね、やってみて感想としましてはですね、確実に字が上手くなりました。はい。で、まだまだですね、上がれると思います。この美文字生活をやって、やったな、嬉しいなと思ってることがですね、何個ありまして、文字を書くときに普段
よりゆっくり書くような癖がつきました。まあ、あとやっぱりそれぞれ書く頭のところのペンの寝かせ方。例えば、今まではですね、普通にさっさと書くのですが、これをですね、学んだことによって、左から入ったり、右から入ったりする、その入り方は結構重要かなと。4分の3ぐらいは言ってるのかな。カタカナばっかりだったりですとか、ひらがなですとか、ここ最近やってからも漢字ですね。使うものに関してはですね、鉛筆ですね。って書いております。で、まだまだ全然ね、長さはありますので。はい。これですね、こっちから書いたら、だんだんここ黒くなってくるんですよ。なので、普段はこっちから書きます。ここになんか模写の部分がありまして、で、ここで、オリジナルの部分を書いていくということですね。まあ、これをですね、ひたすらですね、その日に必要なページをですね、とにかく埋めていくというですね、という形になります。100人一首ですね。これを1日でですね、はい、やってますね。で、今日に関してはここですね。はい。あ、雲っていう字ちょっとまだ苦手なんですよね。月。なですね、こういう意外とシンプルなところですね。この部分なんですけども、さって書いてたんですけども、実はここ、ちょっと入ってからこういくっていうですね、上という字も左から入りの下に下げる、で、右、まあ、これはもう本当に模写するって感じですね。止める、止める、止める、止めるっていう感じですね。これだけちょっと異質なんですけども、こっちが鉛筆で書く部分で、こっちが筆ペンで書く部分で、筆ペンで書くと、その滑らかにさっさと書ける部分がですね、かなりですね、うまくできたらすごい気持ちいいんですよね。力を込めるところと、あと浮かすところ、もう止めとか跳ねとか、これなんですよね。はい。残り15日ですね。まあ、気をつけていきたい点と、あともう少し修正していきたいところとしましてはですね、文字のバランスですね。文字一文字一文字がうまかったとしても、次につながる文字の大きさのサイズとかバランスとか配置とかは、結構やっぱりちょっとバラバラになっててましてですね、まあ、そこを細かく修正していきたいなと思います。はい、またやっぱりそれ苦手な文字ですね。コツがつかめないひらがなっていうのがありましてですね、しっくりこないなという文字がですね、う、か、ま、よ、ら、お。もうちょっといけるなっていう感触がですね、まあ、手応えがまだ感じていないので残り15日でですねしっかりマスターして美しい文字を書けるようになっていきたいと思います。では残り15日こちら欠かさずやっていきたいと思いますので後半戦いくぞ。美文字生活本日折り返し地点、後半戦からは隣接する文字の大きさやバランス、苦手なパーツ、複雑な漢字を克服していきたいと思います。残り15日、初日に書いた文字と別人と思われるくらいの美文字に少しでも近づいていきたいと思います。年始に福袋開封動画で出たアニメを見る企画で5本中フェイトシリーズを3本選択したのだけれども、 Amazon プライムビデオは全て有料。レンタル屋に行ったらちょうど模様替えの中でお目当ての作品を探す人でごった返していたので諦めた。アンサンブルスターズ行くか。以前告知していたビール動画、本編にエフェクトを多用しすぎで書き出しエラー連発。30分以上格闘しましたが解決に時間を要するため明日の朝へ公開延期させてください。楽しみにしていた方申し訳ございません。クリーミーな泡立ちの生ビールが自宅で簡単に味わうことができる神山サーバー2020の動画を出しました。ビール2缶とサーバーをセットにして1名様にプレゼントいたします。応募待ってます。札幌の三大映画館全て営業休止のニュースが入ってきましたね。ついに来るところまで来た感が。自粛のラッシュですが今自分ができることをやっていきたいと思います。15週分くらい溜まっていた仮面ライダー01、ついに最新放送32話に追いつきました。役者さんの演技が素晴らしく、舞は目頭が熱くならざるを得ない展開に子供以上に楽しんでいます。特に人工知能が自我で目覚めるシンギアリティについて、まさに今の状況を彷彿。ニュース報道や SNS をただただ鵜呑みにするのではなく、しっかり自我を持って自分なりの正しさと未来を見据えた選択をしていこうと強く背中を押されました。4月も残り9日ですね。
美文字生活はじめはひらがなメインでしたので30分もあれば課題をクリアできましたが、最近はページを開くと大量の漢字地獄にうわっとひるむ回が格段に多くなりました。残りページもあとわずか、頑張ります。毎回ウィットに富んだ会話劇、話自体の面白さ、そして深すぎる西尾節哲学。才能があるんじゃないかって言ってくれた人もいるけれど、才能のある人でもこういうのってうまくいかないときはうまくいかないわけだし、自分の才能を信じられないと一流にはなれないよ。努力ができなくなったときに支えとなる軸がなくなるから、頑張るだけの人は頑張れなくなったときに挫折する。個人的に未だコツがつかめていないひらがながございます。うかまゆよらおです。全体を意識して書き始めないとバランスが崩れます。報告です。6冊あるうち2冊すべて埋めました。追加を検討。美文字を書く際は環境音による相乗効果の実例が判明してからというもの、最近はスマートスピーカーにジャングルの音を流してと伝え、ジャングル空間でトレーニングをしております。気分転換にもなりおすすめです。どこにもいるはずのない鳥のさえずりに首をかしげるナビが見ものです。リンクを貼った音声に関しては本編でほぼ殴り合いに発展した犬猿の仲の女子高校生が録音ブースにて本編を見ながら1対1でトーク、会話回しのうまさとボケツッコミがとにかく最高すぎる。一言一言構成している西尾維新の目の前には確実に2人が見えてると思う。ナビのトリミングに行く際、ショートカットをしようといつもと違う道で歩いたら道に迷い2倍時間がかかった。専用グラスをかけると自分にしか見えない目的地に着くまで矢印が表示されるガジェットはいつ発売されるのだろうか。10万まで並んだす。 GW 期間、実家に帰ろうと有給3日間設定したのですが、ご存知の通り外出自粛令のため自宅待機となりました。というわけで5月1日から5月10日までの10日間期間限定で動画を毎日投稿します。あと数日で5月です。驚いたことに一本も映画を見ることがない状態で月をまたいでしまいそうだ。それは決して映画が嫌いになったわけではなく、 YouTube というさらに面白い場所を見つけてしまったからで、2時間映画を見る選択と1本10分の動画が20本見ることができることをいざ天秤にかけるとわけなんです。ついに4月も残り1日です。この美文字生活も明日で終了となります。思えば自分の弱点を克服したいけどなかなか続かない。じゃあ動画にしちゃえばサボれないよね、ということで始めました。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。本日なんですが、4月の30日、今日で終わります。この企画。はい、というわけで、後ろにある通りですね、こちらをですね、1日1ページ、両開きで、全て書くということをしてまいりました。結果から言いますと、かなり字が上手くなったかと思います。はい、で、今この後ろにあるですね、6冊なんですが、書くペースが早すぎまして、1日になんか2ページとかですね、やりましてですね、まずこいつがですね、すでにもうクリアしております。100人一周ですね、クリア。で、ペン字練習帳は、最後ですね、このページのみです。美文字練習帳、このページのみになります。はい、で、写経がこれがラストとなります。はい、ではですね、ラストやっていきたいと思います。ラスト美文字生活、本日で一旦区切りとなりますが、動画企画関係なしで指摘にもう少し上手くなりたいので引き続きやっていこうと思います。なお
明日からは別の1ヶ月企画動画スタート。今までありがとうございました。2020年4月30日監督最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。監督でした。はい、というわけでですね、今回初めてですね、1ヶ月間にわたる長期シリーズの動画というものを作ってみました。予定では今後ですね、毎月こういった長期シリーズをですね、1ヶ月間にわたって、やっていきたいと思います。まあ、この企画自体がですね、まあ、基本的に今まで監督なんですが、自主制作映画というものを16年間やっておりまして、まあ、その時の暮らしといえば本当に自主映画を一番に持ってきた生活をしておりました。今ですね、 YouTuber 活動をメインとしてやっております。今自分なんですが、顔出し出演という形でこういったカメラの前に全てさらけ出してやっております。で、改めて思ったのは、動画を通して自分を見つめ直す機会というものを得られまして、自分磨きを始めようかなと思いました。この第1弾としましては、もう監督字が下手なんですよ。こういう感じですね。で、それがこうなった。今までちょっとですね、ないがしろにしていたものをですね、挑戦しまして、底辺から一般レベルまで上げたいなと思っております。で、気になるですね、5月の動画に関してはですね、はい、絵が上手くなりたい。自主映画の時もですね、絵コンテというものを書いておりましたが、まあ、あまり見せられるものではなかったですね。まあ、自分が分かればいいかなと、まあ、カメラも自分で回すんで、まあ、それを共有することはないのですが、まあ、やはりですね、どういった角度で撮るのか、どういった表情を撮りたいのかというところをですね、まあ、絵コンテがあればとても分かりやすくできるんですよね。まあ、今更絵が上手くなってもと思うのですが、今回文字力を強化したんで、次はもう絵力をですね、1ヶ月間にわたって集中的にトレーニングをして、見れる形にしていきたいと思います。で、監督なんですが、もともと漫画家志望だったんですよね。で、そこから、まあ、ロード・オブ・ザ・リングというですね、素晴らしい映画に出会いまして、実写映画にしかできない世界があるということで、映画監督を目指していたわけなんです。というわけでですね、絵力を5月、上げていきたいなと思っております。Twitter に毎日上げていきたいと思いますので、ぜひともですね、あ、こんなことはしてんだなと思っていただければなと思っております。はい、というわけでですね、このチャンネルでは、今回みたいなですね、やってみたシリーズですとか、商品レビュー、ゲーム実況を出しておりますので、他の動画もご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。